はい、社長のツイッターで、うんうん、あのビクセン一人募集追加募集しますというはい、はい、のを見て、あ、ここだと思って僕行きますって。それはあのやっぱ天体望遠鏡メーカーだからっていうのがあって、そうですね、なんだかんだ星好きなんで星にまつわる仕事を、うん、まあ、じゃあしたいなと思ってで探してたんですよね。その時はじゃあまだその写真でやっていくかどうかっていうのは、まあ、バリッと決めたくて、とりあえずやめたくないけど、普通に社会人として生活しながらちょっと模索していくみたいな感じだったの。あ、そうですそうです。ああ、なるほど、そうだったのね、はい、まあ、そこで初めて出会うわけですよ。そうですね、そこで初めて頼りになる先輩でしたね。今そうだった、うーん、嘘、ちょっと打ち上げなくていいよ、いチャンネルだからって。いや別にあの本当にあのいろ何でも何聞いても優しく答えてくれる、まあこの通りの先輩ですよ。で皆さんも成沢さんの授業聞いたことあると思うんですけど、うん、とにかく優しい人なんで、それは会社員時代から変わってないですよね。あ、そう、あ、そう、おー、リオットの褒めてくれて。これ3人ぐらい増えました今登録者。本当か、本当かな、増えたかな。そんなんで増えるかな。まあそこで何年頑張ったんですか。7年です。あ、7年か。はい、それさ、7年勤めてそろそろ辞めようかなって思ったきっかけとかあったの？いやー、それはよくね、いろんな人に聞かれるんですけど、うん、いやー、まあまあ、その仕事の、立場がだいぶ役職もついてて、うん、まあ、ちょっと変わったことによって責任感はあったんですけど、うん、なんかその責任感が同時に自分の人生これでいいのかなって思うきっかけにもなったのかな。要はさっき言ってましたけど、自由にやらせていただいてて、わりかしいろいろなことを、うんうん、でもやっぱそれができなくなってくる立場になって初めてこのままでいいのかなって思ったっていうのが正直な感想です、うん、それなんかそろそろやめようかなって思ったのはどのぐらい経ってから。7年目入って、うん、本当にその4月ですよね、あの一番最初出社する時ぐらいにどうしようかなと思ってて、でまあでもすぐにってわけにいかず、まあちょっと今ね、その自分が何月に辞めたって正確な月まで覚えてないんですけど、なんとなくその節目節目のタイミングで思ってたって感じかな。でちょっとずついろんな人に相談してって引き止められたですけど、うん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 、なんかその引き止めに会うと余計に辞めたくなるっていうありません、皆さんありません、ね、まあ、分かる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 、なんか辞めろって言われるとやりたくなるっていうやつ、やめてやるみたい、あれあれあれです。そうだよね、辞めろ辞めろって言われるとえーって言ってたと思うんですけど、そうじゃなかったから辞めちゃったんです、ね、僕のせいじゃないってことですね。そうなのね。でもさ、なんかあのもう本当今話してるなんとなくこう視聴者の方にも伝わると思うんですけど、やっぱ当時から結構フレキシブルだったよね、すごくね。まあ、そのサラリーマンの枠にいい意味でも悪い意味でもこう収まらないっていうところはあって、自分とか本当に真面目にサラリーマンやってたからね、その時ね。成沢さんはだってご自身でも辞めないって言ったんですよ、僕の目の前で。そうだね、言ってたね。まあ、それはまあいろんな事情、まあ家を買ったりね、いろんな事情があったんでしょうけど、辞めないって思ってたけど、本当に一番びっくりしたかもしれない、辞めるって言って。いや、すげえびっくりしたのを覚えてる、うん、マジですかって言って、マジですかって、うん、あのなんか焼き鳥屋だった記憶があるよ。ああ、そうそう、あの内沢さんの近くだっけ、だっけ、なんか焼き鳥屋で食べてましたね。あ、お前らオレンジの近く、オレンジの近く、そうそうそう、マジですかってすげえびっくりしてた記憶がある、うん、もうなんか信じられなかったですね。だって絶対に辞めない人だと思ってたから。うん。ねえ、そう、まあいろいろあったんだよね、まあ、でそれはね、いろいろあるんですよね。いろいろあるよね、やっぱね。そうそう、いろいろあるよね。あのでもね、俺さ、北山くんやっぱ今すごいなって思うのが、あの今年、去年アメリカに初めて海外撮影行って、で、うん、で2ヶ月前かな、うん、にあのオーストラリア行って南半球と日食を、はい、まあ、撮影体験してきたんですけど、はい、まあ、北山くんってもう大学じゃねえや、そのビクセンに勤めてた時にもうそれ行ってるじゃん。何回も行ってます、うん、だからなんかもうね、なんか背中を追っかけてる感じがあったよね。北山くんこれもう俺よりも何年も前にもう経験してんだよなと思って。で日食だってもう何回も行ってるでしょ。4回かな、4回行ってんの、はい、俺今回初めてだからさ、はい、だからそういう意味ではやっぱなんかあのその時からもうなんか自分のやりたいことっていうのを見据えててこう行ったやつなんだなっていう風に本当なんかしみじみした、はい、
特に何したいってわけじゃなく見てみたいっていうただの純粋な気持ちで、うん、まあ、会社がね優しかったからね、ちゃんと休みくれてたじゃん。いやーすねー本当に、うん、エベレスト行ってきますって1ヶ月休みくれるっていうね、あった、あの時 ね結構リアルに心配したんだよな。そうみんなに心配されたり、うん、で実際ちょっと、ね、いろんな人迷惑かけたのもあってそうだったんだ、あんまりこう言えないんですけど、うん、行ってきましたとは言えないんだけど、うんうんうん、でもやっぱりあれは結構会社の方々の熱いサポートがあって、うん、まあみんな応援したもんね、あの時ね、うん、1ヶ月ですからね、うんうん、あの時高山病になっちゃったんだけども、そうですよ、標高 5000m ぐらいのところで高山病になっちゃって、もうちょっとだったんですけどベースキャンプまで行く予定だったんですけど、うんうんうん、まあ、その手前で帰ってきました。あんね、なんか結構心配してて、なんかなんだろう、よく分かんないからさ登山とかも、はい、エベレストってまあ遠くだし大変なのだろうなみたいな感じしか思ってたんだけど、あのフェイスブックで北山くんが、まあ、元気してますみたいな、その登山ガイドの人かな、どんなこう宇都宮原にいた人で、ね、確かなんですよね、あの肩組んで写真撮ってそれでフェイスブックでアップしてるのを見て、はい、ちょっとジーンとしたんだよなあれね。ね、いや元気してんだな、ね、やりたくてやってんだなみたいな感じで、でその時は俺はもう独立するとかって気はさらさらなくって、もう別世界の人って感じ見てたよ。あ本当ですか。うん、そうだから、いやいいなと思ってかっこいいなと思ってるな時ね。一人じゃ無理ですよ、あんなもうね、いろんな人の助けがないと。うん、今何年経ったの独立して。結構経つよね。5年目。え嘘だ、もっとやってるでしょ。いや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 、5、6年。俺だって俺4年目だよ。おかしいじゃんほら。じゃあ6年目だ。もっとやってるよ。じゃあ7年目だ。でもそのぐらいなのにもう数えるのもやめ分かんないぐらい、もう長くやってますよと。ね、もう忘れちゃいません。いや今日何曜日ですか。ほらそんな感じですよね。そんな感じ。僕も同じ。なんか忙しすぎて曜日感覚なくなるんですよ。そうだよね。いつも同じだから忙しさが。で今はまあ忙しく整形写真家として活動されてらっしゃるんですけど、独立直後ってどんな感じだったの。あ独立直後はね不安しかなかったですね、うん、やばいと思って。なんで仕事がないから。あやっぱ最初はまあ仕事来るまでちょっと時間かかったんだよね。時間かかっいましたね。で、うん、まあ、貯金もなくて実家に転がり込んで、うん、どうしようってずっと屋根を見て天井を見てたのをね覚えてるんですけど、うん、ででも市が、あでも辞めてすぐに、うん、あの星ラベの編集長が名刺を作ってやるっていういきなり、うん、で星ラベの看板しょっていればなんか仕事来るかもしれないからとりあえず名刺作ってあげるって言われたのがすごく印象的で、うん、でそこから星ナビの記事を書かせてもらうことが増えて、そうするとまあなんかこう横につながって広がっていくんですけど、うんうんうん、いろんな人と出会えて仕事がポンポン来るようになったと。ああなるほどね。いや川口さん優しいね。川口さんはね優しい、うん、優しいね。いやでも話しててやっぱ北山くん可愛がってんだなってなんとなく俺も肌で感じるもん。あ本当ですか。川口さん、うん、行き場のない子犬を拾ったわけだ。わかんない。野良犬を拾った。大型犬なのか。ゴールデネトリバーセントバーナとかそれくらいのやつ。だいぶでかくなるね。OM システムさんと、OM システムさんと、ソニーさんと、ソニーさんでやってて、はい、この間ロケット取りに行ってたよね。あのソニーのスタスフィア、人工衛星、はい、スタスフィアのロケット取り、ロケット取りに、はい、フロリダまで、フロリダケネディ宇宙センターに行ったね、はいはい、あれさ、その北山くん撮った写真とかさ、あれなんか出してもいい？よかったら。あもちろん出してもいい。あの上から撮ってんじゃん、はい、あれ俺さめっちゃ意外でさあ、はい、なんかやっぱその俯瞰じゃないや、こう水平線というか地平線というかさ、その人間の目の高さのところとか、はい、まあそんな変わんないところが撮るんだろうなと思ったら、はい、思いっきり空撮だったじゃん。そうですね。あれちょっと話聞きたいな。あ本当ですか。どんな感じだったのあれ。空撮の、あ、うん、空撮の時ですか。そう、あれ最初から空撮で行きましょうって話だった。いやまさかまさか。え、なに、ど、なんで、なにっていうか、まあ、あの事前 の、うん、あのミーティングみたいなやつがオンラインであって、うんうんうん、どうやって撮りますかみたいなミーティングがあった時に、もちろんその水平に陸地から陸地を撮るっていうので、
まあ、それが決まってたんですけど、その距離が16キロも離れてるんですよね、うん、まあ、東京吉祥寺間ですけど、うん、またちょっといや、その距離が離れてるから結局分かりだと思いますけど、もうもやがねかかっちゃう、うんうん、もうフィルター何枚も重ねたような、うん、でどんだけ例えば霞の除去をかけようが、シャープネスかけようが、テクスチャーかけようが、もう輪郭なんか ボロボロなわけですよ。それを僕が撮りましたって世の中に出すのは恥ずかしいと思って、で僕は何か方法ないかと思って調べて、で船から撮るパターンと、飛行機から撮る、あ、ヘリコプターから撮るパターンの2択どうやら選べるぞっていうのが、ああそうなんだ。そう調べたら分かったんだけど、で船は行ってみたら結局26キロ離れたところからしか撮れませんって言われちゃって、おそれは意味ねえで。で、ヘリコプターはどうだろうと思って、もう、現地に行った後、聞きに行ったら、飛ばせるよっていう。マジで？あ、うん、あれじゃあヘリか、にから撮ったんだ。そう。ヘリなら、まあ、飛ばせるよって言われて、あ、じゃ、だったらこっちの方がいいって現地で決めて、空撮になった。はい。それじゃあ、その時は、その、最初から空撮するとかって予算とかってもちろんないわけだ。はい。いや、そういう風になって、ソニーさんはじゃあ出しますって感じ？あ、そう、天秤にかけたんでしょうね。その時の、あの、スチール班のリーダーが、うん、結構、天秤にかけて作品のクオリティを求めたんですね。だからもう好きにやってください。で、ありがとうございます。で、ただ自分の中では、やばいことになっちゃったと思ったんです、正直。空撮、まずヘリに乗ったことがない。ああ。普通の空撮ですらやったことがないのに、ロケットの打ち上げって一瞬なんですけども、その一瞬を取らなきゃいけないっていうのに自分の身を放り込んだわけです。だから冷静に考えると、やばいと思ったんですね。うん。だからもう、僕その後、決まった後は、2日間あったんですけど、実際の本番まで。うん。ずっと頭の中で、シミュレーションをしてて。いや、なる。寝れないよ。寝れないよ、もうそれ。どうしようと思って、うん、あの露出設定とか、うん、もう一個見せると全部おじゃんなんで、自分が理想的なやつを見つけた。うんうんうん。そんな時間使ってたんですよね。いや、俺あれさ、感動してさ、まさかの空撮だったからさ、あれだとあのアングルでロケット撮ることって撮ってる人って他にいる？いや、世界で初めてだと思います。マジで？はい。そこまで？はい。それもっと言っていいんじゃないの？いや、言わないです。大した写真ではない。マジか。まだ上には上があると思う。じゃあちょっと大したことない写真出しとくから。したことかな言い過ぎたな。いやでも、うん、僕の人生においてあの写真はやっぱすごく多分今後ずっと残っていくもんだとは思うんですけど、そうね、うん、あのまだやりようがあったなっていうのはあって、うん、もう一被やりたいなって感じ。まあ、初めて撮る被写体だもんね、うん、そうとはいえ、いやよく撮ったよ。でもあれ嬉しかったですよ、涙が。写真見てさ、やっぱ当事者感覚でどうしても考えちゃうからさ、ここに至るまでそう胃腸炎になんなかったのかな北山くんとか、そういう感じも。いやだから本当にストレス、うん、いやストレスはすごかったですって。すごい2日間はやばい、やばかったですよ。あれ待って、あのさ、あのヘリから空撮するのってどのぐらいの時間であれ撮ってんの？まあロケットの打ち上げはもちろんあんだけど、どのぐらいの時間乗ってんの？ あれ基本ワンフライト30分ぐらいで、うん、40分超えちゃうと追加料金かかっちゃうから、なるべくその40分以内に抑えようっていう。じゃあロケットの打ち上げに合わせて、その30分内で多分上がるだろうって時に上がって、そうそうそう、本番前ちょっと前に、あんまり近寄らないでしょ。あ、結局だから離れて16キロ離れてることは変わんなくて。でも16キロなんだ。陸から撮っても上から撮っても変わらなかったんですよね、直線距離自体は。あ、そうなんだ。だけどその大気の影響を受けにくくなるっていうメリットがあったんで、うん、像はクリアだった。めっちゃクリアだったよ。ありがとうございます。めっちゃクリアだったよ。だからあれ見た時に地上からはダメだったんだなと思ったけど、そういう舞台裏があったってのもやっぱちょっと感動だよね。いやーね、ありがとうございます。素晴らしい。あのたまに聞かれない？どうやったら写真家なれるんですかとかさ。いや全然聞かれないです。あ、聞かれない？はい。あ、本当？俺たまに聞かれるんだよね。あ、本当ですか？なんて答えるんですか？いや難しいじゃん。だから答えそういうの。その仕事って星を仕事にしたいってことですか？いやー、なんだろう、写真を仕事にしたいのかな、星を仕事にしたいのか、まあ、でも両方かもしれないけど。あ、自分も独立するときになんかその隙間産業的にこういうのやってない人、やってる人いないなみたいな感じ、まあ、これ YouTube とかもそうだけどさ、そういうのなんかそのマーケティングリサーチ的なところから、こう進んだから、俺はその
写真が好きでとか、まあもちろん写真も好きだし、ね、星も好きなんだけど、あのそれが好きだからピュアに進んでったっていう感じじゃないんだよね、うん、むしろそっちになんかビジネスチャンスがあるっていうか、うん、これでなんか10年ぐらいやっていけるかみたいな、でちょっと頑張ってみるかなっていう感じにマインドがシフトしたから、まあ、こうなったんだけど、はい、だから北山くんとはやっぱちょっと今の話聞いてだいぶ違うもんね、やっぱね、大学からさ、高校から写真やってて、はい、で大学もなんかちょっとしたいい成績を残した学生だったわけじゃないですか、まあ、そうでしょ、ありがたいこと、うん、はい、でそのまんま進んでってっていう感じで、なんかどっかなんか一貫してブレてないところがあるもんね、やっぱね、あのもうそうですね、うん、まあ、作品に対する自信というか、それはすごくあります、人よりもあると思う、うんうん、あのというのはその一個の作品撮るのに僕ってすごく考えるんですよ、あの成形写真一つにしても、そのただ撮りに行くことなんて絶対なくて、あのもうあらゆるシチュエーションとか、その月の巡りとか、もうこの日しか絶対これ撮れないみたいな車体を撮ってるんですけど、うんうん、それを撮りに行くぐらいの、やっぱりその撮りに行くっていうか、まあ、それをやっぱ追いかけて撮っていくっていうことは多分誰にも負けないと思うし、うんうん、だからそこじゃないですかね、成沢さんはタイムラプスっていう一つの武器でやっぱすごくね、やっぱ頑張ってずっとやってるじゃないですか、頑張った、ね、で、でもそれは多分他の人よりも知識があるし経験もあるから、もう誰にた、ね、どこに出したって恥ずかしくない作品がいっぱい残ってるわけだと思うんですけど、うん、同じですよ、僕はそれがただスチールってだけで、うんうんうん、僕はだから自分の作品は本当にどこに出しても恥ずかしくないと思ってる、うんうん、もし写真家になりたいですとか、星空で食べていくためにはっていう質問をもしこれが僕受けるとすると、そこじゃないですか、自分の作品に対する、うん、強い思いというか、まあそうだね、誰にも負けない、俺はこの知識は負けないっていう、うん、それがないと多分もうやってられないですよね、最終的にはそこなんだよね、うん、なんか俺もなんかビジネスチャンスがあったからこの仕事始めましたみたいな流れではあるけど、やっぱその先にある作品作るっていうところはやっぱ妥協できなかったからね、そうですよ、誰もやってねえし聞く人もいねえし、どうやったらできんのかなみたいな感じのところから、まあ、なんとか今のとなんかここまでなんか来てる感じするけど、やっぱ執念っていうか、なんだろうね、どうしてもそこにまあいい意味で固執して こだわってこだわって作り込むことができるっていうところがないとやっぱ続かないよね、続かないし、うん、世間も認めないですよ、そうだね、うん、今はねそういう厳しい時代ですから、ね、クリエイターにクリエイター厳しいもんね、うん、そう妥協できないですよね、うん、なるほどね、あの今後の抱負とかありますか、今後こうなりたいなみたいな、それね難しい質問ですけど、うん、まあ成形写真ってやっぱまだまだやりようがあると僕は思ってて、うん、その自分しか撮れない成形写真はもうちょっと模索したいですね、うん、なんかすごく劇的なロケーションとかで撮る成形写真も好きなんですけど、もうちょっと日常に寄り添った形の成形写真の中で自分にしか撮れない作品っていうのを見つけていきたいなっていうのが、まあ、一つ抱負ですかね、うん、まあ、だいぶ撮る人も増えたもんね、整形もね増えましたね、この10年でぐわーっと増えましたね、うん、嬉しいですか、まあ嬉しい、なんか自分きっかけであの始めましたとか、あと北山くん名前聞いたりするとやっぱそれはそれで嬉しいけどね、うん、ただなんかそれとは嬉しいのとは反面、あなんかこのジャンルもメジャーになっちゃったなみたいなさ、やっぱなんかあんまりやってる人がいなかったからさ、こうやりがいがあったってのもあるじゃない、はいでもねそういう感じもなくなってきたから、やっぱカメラが良くなってるからさ、まあ誰でも撮れますからね、うん、そういう風になっちゃってるからね、うん、まあそういう寂しさはないわけではないよねそうですね、確かに、まあ、みんなで撮る楽しさもありますよね、でもあと本当に自分が何を星空で楽しいって思うかっていうのをちょっと大切にしていくしかないですよね、いやそうだね、そこはなんか自分も崩したくないかなと思って、なんかやっぱこうやって動画始めたりとか、まあ、昼なんかタイムラプスも星だけじゃなくて昼間のやつもやったりとか、あの最近なんかポートレートムービーとかもチャレンジしてるんだけど、そういうのもやってもやっぱりなんか、はい、ね、みんなが自分に期待してることってやっぱ星空の情報だったりとかっていうところはやっぱりもう肩書きが今の、ね、星の写真家名乗ってる以上はなくなることはないから、でもそれって誰かにやらされ
ってるんじゃなくてやっぱ自分が好きだからやってるんだっていうふうに思っていかないと続かないからね、うんうん、そこは自分もちゃんと芯として持っていこうかなと思ってるんだけどね。大丈夫ですよ、タイムラプスはもう成沢さんですから今いやそんなこと何を言ってる、そんなこと言わないでいや本当にそう思ってます、僕結構すごい作品好きだし。あ本当、うん、ありがとう、持ち上げなくていいんだよ3人増えました今ので6人合計6人合計6人この2人がね、はい、講師を務める、あ、はいはい、成形写真タイムラプス講座っていうのがあるわけじゃないですか。そうなんですか何それ、くわってしてんの、え、何それ、そうなんですか。タムロンさんとスタジオグラフィックさんが、うん、中心となって主催する、うん、滋賀高原撮影ツアーということですね、はい、なんと私と北山くんが講師を詰めさせていただきます。そうなんですかまた言ってるまた言ってるそうなんですよ、そうなんだよ、知らなかった、遅れてる、スケジュールが空いてるか分かんないもうガストで打ち合わせしたじゃん。そっかそっか、空いてました空いてました、何言ってんの、空いてました空いてました。そうなんです、そういうのがありますんで、2人揃ってそういうイベントできることってなかなかないから。なかなかも何もないないですよね。ないよね、なんかもっとやってほしいよね、なんかね、まあ、個人的にやるしかないですけどね個人的、そうだね、個人的にね、そうだよね、まあ講師2人ね雇うのも大変だからね、うん、うん、まあそんな撮影会がありますので、え、ぜひあの我々と一緒にですね、え、星空を楽しんでいただければと。したっけっていうの、はい、最後に、はい、わかりました、じゃあしたっけ、はい、って終わっていい、したっけ、はい、したっけ、はい、はい、じゃあ皆さん今日はここまでになります。成形写真家の北山照也さんでした、どうもありがとうございました、ありがとうございました、じゃあさよなら、バイバイ、したっけでーしたっけ、したっけ、したっけ。